つ考えていただきたいことがあるんです。この私と今この話を聞いていただいているあなたとの共通点、絶対に動かすことができない共通点とは一体何でしょうか。答えてきますけど、私は難しい観念をゆっくり回して、ただ暇を潰すためにこんなことを考えているわけじゃないんです。私にとっては生きていく上で最も重要な問題だからなんです。これについては常に時間を割いて考える必要があると思っているからなんです。私のところにはいろんな人が相談に出ます。手紙もあれば電話もあり、中には遠くからわざわざ寺を訪ねてくる人もいるんです。その全ての人が真剣に悩んでいる。親子のこと、学校のこと、仕事のこと、恋愛のこと、商売のこと、こう分類してしまえば簡単なようなんですが、悩んでいる本人には宇宙でたった一つしかない、他の誰にも推し量れない悩みなんです。それだけ尊い尊い悩みなんです。その悩みを打ち明けられ相談された私は、実は大変な責任と使命とを背負わされているわけです。そこから逃げることのできないのは私の仕事であり、私の人生でもあります。その場の終わりは、いい加減なアドバイスをしてお茶を逃したくはない。相手が真剣にこちらにぶつかってくる以上、私もまた全力投球で答えなかったら、相手ばかりでなく自分自身もないがしろにしていることになってしまうからです。そうは言っても、これは口で言おうで優しいことではありません。私はある中学生からガツーンと頭ぶん殴られたようなショックな手紙をもらったことがあるんです。その中学生は、進学や両親との折り合いやらで、いろいろと苦しんでいた。それに対して私はいかにも、坊さんらしい通り一点の返事をしておいた。すると、折り返し、その少年から手紙を来たんです。それは次のような痛烈な痛みだった。お嬢さん、普段こっちは今頑張らずに頑張ると言ってる。それなのに僕にくれた手紙まるで違うじゃないか。誰もが言うようなことを言って機械的に言ってるだけだ。僕はお坊さんとしてのお嬢さんから話を聞きたいと思ってるんじゃない。子供を来て踏んどり返って偉そうにしているお嬢さんを相手にしてるんじゃない。人間としてのお嬢さんの本物の考えを聞きたかったんだ。私は実際恥ずかしかった。背中に冷水をぶっかけられたような思いだった。京都の名物和尚やためになることを言う坊さんやなどとおだてられて、自分にも静かんうちにいつの間にか子供の権威で物を言う不祥坊主になりたがっていたんです。言い訳も申し出しもあったもんじゃないです。ありがたいことに私はこうして私を伝え、私の間違いを指摘してくださる方が、そのおかげで私は育ててもらっているようなものだと思うんです。川で溺れている人がいるんです。私が出てからそれを見ていて、そこはクロールで行け。ダメダメ。手の動かし方が悪い。足の肩つかせ方が間違ってる。などとこんなコースができますか。私もやっぱりダンとこう飛び込んで、一緒に泳がなくちゃ嘘ですよ。泳げなかったらガウガウと水飲んで目の前に浮いて、一緒に身分け苦しんで、そうやってこそ、初めて溺れている人の苦しみが自分のものになるんです。悩んだり苦しんでいる人が私のところに来る。私の存在が何がしかその人の生きる勇気となるとすれば、それは私も相手と同じ苦しみの場に自分を置くこと以外にないのです。私があなたに共通点は何かと尋ねたのも、実は今言ったようなことがあったからなんです。